てしまいました。あー、グレイ。一番最初のお客さんで私たち窓際の一番素敵な席。はい、今日違う、リンタイフォンに来ております。こんな感じです。一番乗りしました。はい、今日もまた来てしまいました。なんかちょっと凝っちゃったよね。もうなんか美味しい、美味しいよね。美味しい。もうなんかここのあのリンタイフォン、うん、いい感じ、ね、ちょっとグリーンがあってなんかちょっと場所じゃない、うん、これ香港の中でもソフィスティケートされた感じ。天気がちょっと良くないのであれだけど、3日間とも天気が良くなくて、でも今日は暖かいので、うん、なんかいい感じ、いい感じですね。じゃあこれから、あ、来た、あ、まだだ、あ、なんで私たちの方が先来たんだ。予約したと。ここのホテルもね、うん、あのいいよって言われて、ね、言われて、でも良かったかも、うん、高かったけどね。私たち、いや便利なホテル、あれはあれで良かった、あれはあれで非常に良かった、うん、今度ここ泊まってみた、ね、結構目の前公園でね、うん、なんか洗礼された雰囲気、スタバもあるし、リンタイフォンもあるし、そうそうそう、同じビルな、で出なくなっちゃうんじゃない、ビルから。もうここであのルロブ3ページどころか1ページもうここのビルだけで OK みたいな、外にも出てないみたいな、そんな本当ですよ。空港から送迎バス、日本も出てないみたいな。そんなあそこにほら、なんかラーメン屋さんもあるよね。あ、本当ね、ちょっと日本っぽいラーメン屋さん。150円ぐらいでしょ。これ普通に1000円で売ってるように読んで、このミニミニミニ、はい。
怒涛の2泊3日が終わり、今、香港の飛行場に向かっております。いかがでしたでしょうか。はい、もうあの本当に内容の濃い2泊3日でございました。もう疲れ切っちゃう。だってもうダッシュで、ま、ちょっとですね、あの予定を大幅に、はい、もうあのちょっとちょっとあのもう疲れきちゃって、コメントがもう2泊3日ってこんなに長かったかしらっていう最後疲れましたよ ね、 ねもう私ちょっと、ね、おトイレ掃除までしちゃいましたんで、私マクドナルドで、ね、マクドナルドでトイレ掃除から始まりました。もう本当なんかもう思い切ってね、衝動買いなさっております。買ってしまいました。でもまだまだ私たちの旅は続く、うん、はい、まだ半分も行っておりません。今日ね、うん、すごい大変ですよ。これから、うん、夜の便でタイに向かうんですよ、うん、バンコク初めてです。バンコクどんな感じなんでしょう ねまだまだ続きます、うん、To be continuous。 交互期待。今ですね、5時40分で、5時頃出ようと思ったんですけど、40分大幅に。で、ラッシュアーなんで、そしたら6時40分、まあ7時ぐらいに入りたいですよね。行ったとしても2時間前に到着するので、うん、どうにかなるかなって感じです。楽天的ですね。できればあのラウンジに寄る時間があります。お腹空いてきた。あります。大丈夫です。